イテムのことは覚えてないから封印しましょう。ゆっくり実況、始まるよ。またなんかおかしなことを。今回も情弱ならではの企画。情弱企画ですか？情弱マリサ。アイテムのことはマジで覚えてなかったから。いっそのことノーアイテムでやってみようと。そういうことですね。そしてこれは何周目ですか？これは2周目をクリアしたとこ。このあと3周目に挑戦。愚かだ。ってことで、アイテムの解説呪縛から解き放たれた今、私はひたすらクリアを目指せばいいという解放感。その解放感がおかしいでしょうよ。そういうわけでノーアイテムの3周目がスタートとなります。ではではグーニーズマリサ。何のひねりもないじゃないの。3周目行くぞ。ってことで始まりましたグーニーズ VS マリサさん。何やら敵のネズミの動きが早くないですか？2周目の時もなんかおかしいなーって思ってたんだけど、特にこの黄色のマッピーよ。全然マッピーじゃないでしょう。とにかくネズミが早い。ってマリサさん、マリサさん。はいはい、なんでしょうか。今回のグーニーズ、知らない人はほとんどいないとは思うんですが、簡単にルールを説明しておいた方がいいんじゃないでしょうか。ああ、そうしましょう。簡単に説明すると、仲間たちが悪党に捕らえられちゃったから、みんな助け出してクリアしましょうっていうよくあるやつ。また雑な説明。ステージは全部で6ステージとなっておりまして、各ステージをクリアするためにはグーニーズを助け出して鍵も3つ集めないといけません。これがグーニーズね。そうです、そうです。あとこの敵はフラッテリーラングさんでして、銃を撃ってきて攻撃をしてきたり、音痴な声でダメージを与えてくるなんとも厄介なやつでございます。音痴といえばヨウムと同じじゃないの。まあ我々みんな音痴なので。私たちはユキちゃんじゃないですからね。ってことで鍵3つゲット。あとはゴールに向かう感じと、本当だったら耳栓やら耐熱服の特殊アイテムがあるんだけど、そういうチートアイテムは今回封印。チートじゃないでしょうよ。ってことでおなじみの一面はクリアとなります。まあ大体こんな感じ。こんな感じねー。そういうわけで2面のスタート。ってマリサさん、なんでしょうか。今回突然ノーアイテムでやろうと思った理由は何だったんですか？あ、理由はマジで単純なんすけど、普通にクリアをしてる動画ってのはすでにたくさんあって、この情弱がクリアしたとて別になんとも思わないんじゃねえか説。なるほどなるほど。あともう一つ。もう一つ？さっきもちょっと触れたんだけど、特殊アイテムの解説がマジでよくわからんもんで、だからない方が動画見やすいじゃねえか。ってこと、ってことじゃないってば。要はリアル情弱がゆえの選択と。ああ、そういうこと。でもイワローから出てきたアイテムは取っていくんだね。元スーパーパチンカスマリサとしては、パチンコのアイテムを使わないわけにはいかない。パチンコ違いじゃないの。そしてこの回復アイテムも取っていくと、これを取らなかったらノーアイテムクリアはマジできちい。勝手にきつくなってるだけでしょう。ギリギリチョップマリサ、やっぱり今回もギリギリがあるず。だから話が変わってるんだってば。まあ言うほど説明がいらないと思われるグーニーズですので、特殊アイテムなしでの3周目はどんだけシビアなのかっていうのを見てもらう。ダウダラジオと。結局ラジオなのね。解説がうまいことできない以上はラジオ確定。解説しようとするとさらにボロが出ますもんね。マジでそうなんよ。特に特殊アイテムを出すためには、特定の場所で下だったり上だったりっていうコマンドの入力が必要になるんだけど、まあ言うてもリアル情弱ですので、全然覚えてないと。覚えてないと言いますか、ガキンチョの時にアイテムとかを無視してこのゲームをやっておりました。情弱ですねー。じゃあリュックサックとかのアイテムも取らずにやってたと。なんか友達がこのゲームをやってる時、リュックサックやら鎧やら出してるのを見て、ほうって思ってはいたんだけど、何がほうだってさ。でもそういうところは見せるだけのやつだったと。そうなんす。だからアイテムのことはマジでわからんのですよ。じゃあ、ガキンチョの時にクリア自体はしたことあるんですね。クリアはしたことある。でも2周目以降はしたことない。ましてやノーアイテムなんて。そりゃそうだろねー。っていうことでこのステージも鍵を後一つ取ればクリア。ってやってみて思ったんすけど。何をですか？ 2 周目3周目となると、被弾した時のダメージがめっちゃ大きくなるということに気づいちゃった。ちゃったじゃないってば。まあ想像以上には難かったと。そういうことでいいですね。グーニーズってちびっこに優しいゲームなはずだろ。普通にやってたらそうだねー。だがしかし、ノーアイテムで3周目。それがおかしいんだってば。なぜかギャングも2人同時に出現。
一周目は確か一人しか出現しなかったですよね。あの反射ね、反射ねー。銃でダメージを受けるならまだしも、下手くそな歌でダメージを与えてくるとは。耳栓を取らないからでしょう。自分で勝手にやってるんでしょう。あ、ヨウムさんのホイッスル。何よそのホイッスル。あんまり正論を言うとホイッスルが鳴ります。何よそのマイルール。なんならイエローカードも出ます。完全にマイワールドじゃないですか。マイワールドマリサ、今回もフリースタイルでやっていきますんで、そこんとこよろしくって言ってる割にはピンチじゃないの。現在ライフギリギリ。これは被弾しないでいけるんですか。宇宙刑事ギャバンマリサ、愛とはためらわないことさって教えてもらった。めっちゃためらってるじゃないの。無理だってばこれ。ってことでさようなら。このネズミめ、自業自得のくせに。そういうわけで再スタート。この白マッピーめ、出てくるのが遅いんよマジで。そしてここで完全に意味のない無敵アイテム。さっき出てればねー。まあいい、開き直った。ってことで1アップしてゴール。偶然のくせに。テケテケテケ、またやってる。テケテケテケ、テケステケ。ふうふう、だからその疲労感さ。この絶妙な音調整は疲れるのです。勝手にやってるだけのくせに。あーマジで勝手にやってるので、無理だと思ったら勝手にやめちゃう。自由ですねー。って何やら迷子気味ですか。いやちょっと回復のダイヤモンドを探してたんすけど、ただただ火ダメしてるじゃないの。このコウモリめ、コウモリといえば高橋名人を思い出しますねー。いやほんとそれ。そしてここでダイヤモンドをたくさんゲット。ほんとですかねー。ほらほら、ほらほらじゃないってば。回復、うるさいなー。ってマジでコウモリあっち行け。回復の意味がなかったんじゃないですかねー。ってことで3面に来ました。ってマリサさん、なんすかレイムさん。この曲を歌ってくれっていう声がなんとなく聞こえてきますが、なにアホよな。何がアホだってさ。シンディーさんのあれだろ。まあシンディーさんだねー。日本語でさえむずいって言ってんのに英語を歌わせるとかもはやわけわからんだろ。さすがにみっちゃんの領域じゃないと無理ですねー。でギブアップしたと。チャレンジはしたんすよマジで。な、な、じゃないってば。でもちょっと無理だっていうのがわかりますねー。チャレンジはしたということで、ここはぜひ。何のぜひなのさ。ぜひ許してほしいと、そういうことですね。そういうこと。何がそういうことだってさ。まあとにかく今回、英語の歌はマジで無理だということを学びました。そもそも歌い手でもないでしょう。そうなんすよ。歌い手じゃないんすよマジで。でも、でも、気づいたら歌い手マリサという罠。罠ではないでしょうよ。でも視聴者さんの心の声が時折聞こえると。聞こえちゃうんすよマジで。またエスパーまがいのスキルを。エスパー伊藤マリサ、また思いつきで言ってる。ってお化けマジであっち行け。あっち行けへー。ああこれはピンチ。こういう時に限って回復のツボが出てこない。まあそういうもんですよねー。時間がない時に限ってなぜか出る。何の話ですか。パチンコの話でした。なんなのよ。って体力の話なんすけど、ちょっとどっかで回復させてほしいと思う昼下がり。また適当なワード。ここでギャングが二人出動。逃げろ逃げろマジで。ギャングあっち行け。こっちみんな、こっちみんなって言っても無駄だってば。よしよしまくり成功。でも体力がピンチなのは変わらないですよ。このネズミ軍団には注意。ネズミが落ちてった。そして代わりのネズミが出現。これは嫌な予感で、いやだからそれさ。でここで被弾。何してんのよ。何してんのよって言いますけどね霊夢さん。だからむずいって言うんでしょ。わかってるじゃないですか。まあわかってて言ってるみたいなとこありますもんね。でマリサさん、マリサさん、今度はなんすかキメイさん。なんだかんだグーニーズのストーリーについては説明していませんが。あーストーリーですか。言うてもこのグーニーズ病弱マリサ、映画のグーニーズは見たことがないというクソガキでして。意外とそういう人も多いんじゃないですか。あくまで個人的な印象なんすけど。グーニーズの映画は見たことないけどゲームだけは知ってるぜーっていう愚かさんたちは意外と多いんじゃないかと予想。どうだろねー。まあこのゲーム、映画のことは知らないこの情弱でも十分楽しめてるから、
もしストーリーが気になるというお兄様お姉様たちは、アマプラとかで見てもらえるといいんじゃないかと。でマリサさんもこれからリアルにいるんですよね。ちょっと編集しながらダラダラ見てみようかと。そう思っております。ダメ人間ですねー。そんなダメ人間マリサ、2023年になってから、まだパチ屋に行ってないという奇跡。それは奇跡ですねー。奇跡って言うんですか？パチンカスの呼吸1の方。何がパチンカスの呼吸だってさ。年始は運試しだとか言って、自分だけは勝てるんじゃねえかと思って打ちに行く。単なるあるあるじゃないの。全然呼吸じゃないでしょう。パチンカスの呼吸2の方。全然聞いてないし。5万使っても4万取り返したら、実質勝ち。実質勝ちって何よ。確かにそういうのありますよねー。楽しめた分を無理やり負け額に当てはめる愚かパターン。だからそれはマリサでしょう。パチンカスの呼吸さんの方、また一人で喋ってるし。本当は声を出して歌いたくなるけど我慢するやつ。アセントセイヤとかも歌いたくなっちゃいますよね。バジリスクの曲とかもついつい歌いたくなる愚か。何の話さ。パチンカススロッカスのためのラジオ。言うほど喋ることがあんまりないもんだから、完全な雑談タイムにするしかなかったと。そうなんすよ。でもでも、何がでもだってさ、今はまだ3面だろ。そうだねー。この後ノーアイテムマリサ、グーニーズがむずいゲームなんだと思い知らされる。そりゃノーアイテムでやってればねー。でお化けあっち行け。また出たあっち行け。あっち行けっていう割には近づいてましたけどねー。体力もやばい。あと2回くらい被弾したらさようならになりそうだ。ってこのマッピー目。だからマッピーじゃないってば。よしよし通過。あとは鍵をもう一つ手に入れたらクリア条件達成。でこっちは何もないでしょう。そうだっけ。あ、行き止まり。いつもの静寂。てかねえ、またなんだってさ。もしも今グーニーズをできる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひノーアイテムでやってみてくださいませ。誰もやらんでしょうよ。てかマリサさんは今回コンティニューを使ってるんですか。あ、それがですねー、いつもの情弱っぷりが出てしまいまして、コンティニューの存在を知らなかったという愚かの結果、いつものやり直しの末、ノーコンティニューで現在に至っております。ってピンチですけど？ネズミあっち行け。また出たあっち行け。このキツネダンス目、全然ファイターズじゃないでしょうよ。ドサンコマリサ、ちょっとファイターズにも触れておこうと思いまして。また出たカットイン。ってことでまたいつものギリギリマリサ、あと一発被弾したらさようならになって後がない状態。自業自得ですけどね。でもパチンコを持ってるからきっと大丈夫。パチンカス精神で慎重に進む。全然根拠になってないでしょうよ。ってこのキツネダンスあっち行け。また一人でブツブツ言ってる。またやってるし。最近見てない。だからそれさ。でもそれっぽいでしょ。それっぽいってなんなのよ。ってネズミ警報。マジでここは危険。めっちゃスレスレ。今のはかなりヒヤッとした。あんまり伝わってこないですけどね。首の皮一枚マリサ。ここからもマジで慎重に、ためらわずに頑張る。ってまたネズミがうろうろしてますけど。悪意の塊マッピー目。まあ敵だしねー。あー困った。あ、なるほどなるほど。また一人で納得してる。いいですいいです。こうすればいいんすよね。ここはちょっと頭を使ったマリサさん、画面を切り替えてリセット作戦。どうだ見たか大人の力を。ガキンチョでも思いつくじゃないの。ってことでございまして、なんだかんだで大変だった3面。ライフもギリギリの状態ではありますが、この調子だとギリギリクリアはできそうですね。ここで大体折り返しになるのかな。全部で6面構成だからちょうど折り返し。ってことでヨウムさん。ヨウム？そっちですか？こっちしかできなかったと。ああそういうこと。そして折り返しの4面にやってきましたが、現在の心境はいかがなもんでしょうか。まあ言うても余裕はないっすねー。なんせ上から落ちてきてるドッスンみたいなやつには注意だし、突然襲ってくるお化けみたいなやつにも注意だし、上から落ちてくる水やらとんがりコーンみたいのにも注意だし。とんがりコーン？これこれ、また後ろ向いた。で、スレスレ。これはちょっと油断したら速攻被弾のやつですね。っ
ってことで。ってことで？スチー。また暇つぶししてる。キチ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 キ。ふふ。だからその謎の疲労感さ。霊夢さん。なんだってさ。特に解説することがあるわけでもなく、解説できることがあるわけでもない。何を言いたいんですか？言うほど話すことがなくなったと。そういうギブアップ宣言ってことでいいですか？どういうギブアップ宣言さ。喋り続けるのもなかなか無人だってマジで。まあそれはわかるけども。そういうわけで今回もラジオでお送りしておりますグーニーズ。本当だったらいろんなところにアイテムが隠されてると思うんだけど。全部のアイテムを放棄しましたからね。アイテムのことがわからないからって完全放棄する愚か行為。なんとでも言いたまえ。また偉そうなやつだ。やってみたらわかる解説のむずさ。それはマリサさんが情弱だからでしょう。まあ否定はできませんが。でかー。自業自得じゃないの。自業自得マリサ。勝手にパチンコ打ちに行ったくせに。負けたらパチ屋のせいにするというパチンカスあるある。完全に末期症状じゃないの。ジャグラーを打ってて、またパチンカスあるあるかな？なんかそろそろハマってきたなーって思った時、ちょっとよそ見したりすると、突然ペカって光ることがありがち。何の話さ？パチンカスあるあるの話。それはわかってるってば。っていうことぐらいしか話すことがなくなったと。ああ、そういうこと。レトロゲー。話すことがなくなった時は、とりあえずパチンカスあるあるを喋っとけゆっくりラジオ。そんな感じでお送りしております。どんなラジオさ。ほんといつも以上にラジオ感がやばいですね。まあ今回初めて知ったことでもあるんだけど。何を初めて知ったのさ。特殊アイテムを出すために入力するコマンド。 B だったり下だったりするやつですか？そうそう、そのコマンドよ。そのコマンドがどうしたの？いや、1周目と2周目では出し方が違うとかなんとか。あ、なんか攻略サイトさんに書いてありましたね。まあこのゲームのちょっとキビいところをあえて言うんだとしたら、特殊アイテムの出し方が完全ノーヒントだっていうとこ。どうやってアイテム出せ中連ってなる。ってなるって言いたいだけでしょうよ。まあ情弱プレイヤーにとってはキビいゲームだった感はありますよね。まあそれを踏まえて考えても名作なのは間違いないやつ。ファミコン世代で知らない人はいないだろうしね。コナミはイワイワールドにも進出したマイキーくん。権利の都合上、歌に差し替えられちゃいましたけどね。まあ言うても実際に見たことはない情弱マリサではありますが、結局知ったかぶり。人が言ってる情報をあたかも自分が見たことかのように話すという、知ったかぶりってことでいいですね。マジでそれ。何がマジでそれだってさ。だって本当のことだからさ。そういうとこは正直だ。情弱が背伸びしたって猛者の方々には勝てんのですよ。だったら情弱らしくいると。ゲーム自体が上手くなるとかなんとかってのは、練習である程度は穴埋めできるところはあるんだけど、知識に関してはなかなか穴埋めできないってことですね。ガキンチョの時の知識とかってのはマジで恐ろしくて。なんでそんなこと覚えとねえ。っていう思い入れがアホほど詰まってる猛者がめっちゃ多いもんで、下手なことは言えないと。なんなら解説だけ変わってください。完全に違う人になるでしょうよ。っていう雑談をしておりましたら、なんだかんだでクリア条件が整ったようですね。ってことでヨウムさん、またヨウム？また違うところのやつだ。何よそのチロリロ。テケテケキテンテンテンテケテケテケキテンテンテン。フフ。何がフフだってさ。そしていよいよ5年。また出てきた。何回出てくるのさ。完全にヨウムラッシュだ。いい加減にしなさいよ。ヨウムさんお疲れ様でした。自由にも程があるんだってば。ここぞとばかりにヨウムさんを起用してきましたね。森安マリサ。誰が森安監督だってさ。ヨウムさんを出すか出さないか、全ては私にかかっておるという采配。だから実質監督だと言いたいんですね。トルシエマリサ。だから古いんだってば。って爆弾を忘れてるじゃないの。ぐぬぬ。ぐぬぬじゃないってば。よしよし爆弾ゲット。でパチンコもなくなっちゃいましたね。あのオバキューみたいのを倒せなくなっちゃった。全然オバキューじゃないでしょうよ。まだオバキューへの恨みが消えてないんですか？消えるわけないだろ。どんだけ恨みが根深いのさ。前にも言っただろ霊夢よ。何をさ。あ、オバキュー。だから違うってば。なんならオバキューのゲーム。
2022年で一番辛かった。勝手にやってるだけでしょ。まあそりゃそうなんすけど。それにしても地獄だったと。あれはマジでしばらくごちそうさまのやつ。でお化けどっか行け。また出たどっか行け。お、グーニーズ発見。これであとは鍵を探せばオッケーのやつですね。でもどこに鍵があるかはランダムなんだよね。そうなんす。でどうしたのさ。宇宙刑事マリサ、ちょっとためらっておる。相手はためらわないことさって教えてもらったでしょ。だってさ、何がだってなのさ。あのタコスケとマッピーがマジで邪魔。でもここはためらわない。いやー、そのシャウトは必要でした。必要でした。また出たオウム返し。何回やっとくるんですよね。あ、そういえば霊夢さん。また何さ。このゲーム、高いところから落ちると、ほらほら、何を言いたかったのよ。いやー、高いところから落ちて着地した時にちょっとだけ自然としゃがむっていう細かい演出がある。っていうのを説明するのにわざわざ後ろを向いたと。そうっすそうっす。また出たよウム。マイキーマリサ、マジで体力がピンチとなりました。ふざけてるからさ。プレイは真面目、解説はゴミゴミねー。だけどトータル一生懸命と。ああ、それはほんとマジ。解説が間違ってたりゴミゴミだったりはするんだけど、まあ情弱なりにはいろいろ真剣にやっておるので、だから間違っちゃうのは許してほしいと。つまずいたっていいじゃないか、人間だもの。またそれらしく言ってるだけ。パチンコ行ったっていいじゃないか、人間だもの。単なる言い訳じゃないの。そうでした、単なる言い訳でした。トータルなんなのよ。相田光雄先生のありがたいお話って言っておけばいいと思ってますね。あ、バレましたか。そりゃバレるってば。でこの辺りで回復のツボが欲しい。あと一撃でさようならですしね。またいつものギリギリよ。全部自分のせいでしょうよ。でナイス回復。これでもうちょい頑張れる。でマイキーくん、この水滴でダメージを受けてしまうという貧弱さ。まあ言われてみたら確かに。カットでダメージを無効化できるんでしたっけ。ああ、確かそうだったはず。マリサの記憶が確かならば。また出た料理の鉄人。ステージ2にあったはず。っていうわけにならない記憶ですね。どこで取るのかまではマジで覚えてないという情弱っぷり。で、魚群は危険。全然魚群じゃないでしょうよ。魚群って言いたかったんでしょうね。言いたかったって何よ。で、マリサさん、マリサさん。はいはい、なんでしょうか。なんだかんだで見た目は地味な感じが続いておりますが。何？何じゃなくてさ、こんなに頑張って慎重に進んでるのに。慎重に進んでるから地味に映るんじゃなくて。ああ、なるほど。地味に映ってるのは私のせいだと。そういうことじゃないけどさ、なんならもっとアグレッシブなプレイをすれと、もっと愚かに満ちたプレイをしなさいと。愚かに満ちたプレイって何よ。オバキュンとかグラディウスのようなプレイのことじゃないですかね。アホよな。何がアホだってさ。あんな鬼畜チャレンジはマジで戦闘力が持たん。勝手にやってるくせに。勝手にやってるくせに。勝手に疲弊するというメガンテマリサ。メガンテねえ。てかまたギャング。このうんちギャングめ。その手もなんとかならないですかねえ。ああ、ならないんす。相変わらずイラっときますねえ。ってことでシューティングスターマリサ。このキツネダンスを空中でやっつける。ネズミでしょうよ。いやぁ、キツネだっただろ。まあ一瞬だけキツネだったけども。でここで最後の鍵が出現。よしよし、これであとはゴールに向かうだけ。でもさようならには気をつけてくださいね。早速被弾してるし。なめるな。偉そうに言ったって被弾してるでしょう。でまたお化けか。くらい。また調子乗る。パチンコを持ってるからってすぐ強気になるんですよね。ってことでパチンカーマリサ。ジャンプー。でここで謎にさようならだー。何してんのよ。いやいや霊夢さん、さっきのは明らかに悪意だってマジで。てか残機もなくなったじゃないの。いやほんとそれ。そしてこのスーパー愚かマリサ、コンティニューの存在が完全に頭から抜けてるから、ここでさようならになったらまた最初からやり直しという危機感。それはコンティニューのことを知らなかったマリサさんの自己責任でしょう。なんですと。またヨウムのホイッスル。そういう正論はファウルを取られますので。だからそのハウスルールさ。まあとにかくだ。
現在コンティニューのことを忘れているスーパー愚かマリサ。何が何でもここでゲームオーバーにはなれないという圧倒的焦り。その焦りが伝わってこないんだけどねー。まあここからちょっとだけグダグダうろうろなるから。さすがにゴール付近まで早送りですね。そうそう。ってことでゴール前。次がラストステージだっけ？次がマジでヤバい。そうなの？冗談抜きで冷や汗がヤバかったようですねー。手また出てきた。長いんだってば。というわけでラストステージ直前の洞窟からスタート。この骨骨6個目だから古いんだってば。そしてこのバットマン目コウモリだってば。ってこれ以上の火ダメはマジで危険。それで逃げまくってるんですか？ここからはワンミスが命取り。でコウモリもスレスレでしたねー。よしギリ通過。で気合いのラスト行くぞー。勢いだけ一挙前。だから魚やめろってー。っていう魚群の奇襲。魚群ねー。下から飛んでくる魚をやり過ごさないとマジで速攻でさようなら。そしてここのステージは最後の仲間を助けた時点でクリアとなるんですが、仲間が先かさようならが先か。どうかな？でここでまた被弾。またギリギリのやつだ。そしてさらに被弾。勘弁してくれてー。あと一回でさようならだ。果たしてここに仲間はいるんでしょうか？頼まい。何が頼まいだってさ。あー出てこないというわな。単なる引き弱でしょうよ。ってことは下のところか？それとももっと右のところか？ここで2分1チャンスですね。まあ2分1チャンスは2分1チャンスなんだけど。爆弾がねえんだって。これはマリサ選手大ピンチ。下のマッピーを倒しに行きたいところだが、魚群の攻撃もかなり怖い。マジでやめて。ここでスレスレの魚。ほんと魚群とかマジで二度と出てほしいって言わないですから、ここはクリアさせてください。お願いします。その祈りなんなのよ。で全部あっち行け。ギリギリにも程がある。そしてなんとか爆弾ゲット。果たしてここで仲間が見つかるのか、見つからないのか、どっちなんだい。またパクリ。頼まい。じゃあこらー。マジでこのギリギリチョップよ。だからチョップは関係ないでしょうよ。ってことでなんとかノーアイテムで3周目のクリアとなりました。まあ今更なんすけど、なんだってさ。ノーアイテムでクリアしたとて何も変わらないというリアル。そりゃそうだ。多分何周繰り返したとしても、ネズミたちの動きが速くなっていくだけという圧倒的拷問。半分わかっててやってるでしょうよ。じゃあさすがに3周目で終了と。さすがにそうなりますなぁ。は？残機が増えた。ってことで4周目が勝手に始まってしまいましたが、さすがのマリサさんもここでギブアップということで、あとはゲームオーバーの画面が出てくるまで見守ることにしましょう。てかねぇ、なんだってさ。今回のグーニーズ、マジで久々にやってみた感じだったけど、なんだかんだでやっぱり神ゲーだった。まあそうだねー。でもアイテムなしはやるもんじゃないと。ああよい子のみんなは絶対に真似しないように。さっきはやってみろって言ってたくせに。特殊な訓練を受けている人しかやってはダメなのです。っていうびっくり人間番組だと。びっくり人間じゃないと精神崩壊必至。ただただストレスを貯めるだけという愚かの境地ですので、もしも同じことをしようとする愚かさんがいましたら、十分注意してやってくださーい。どういう注意喚起さ。というわけでここまでご覧いただきまして本当にありがとうございました。ってことで名作グーニーズでございました。戦闘力 1.5 のサブチャンネルでもいろいろやってるみたいですので、そちらも合わせてチェックしといてくださいねー。比喩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 ってあの名作のことですかねー。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。それじゃあ、またねー。